サイブスです。センセンス。じゃあレジラジオ第2回ってことで。第2回、前回ね、はい、俺と社長でまあ35分ぐらい、うん、まあ、どうでもいい話を話し込んだんですけど、結構喋ってたね。まあまあ喋ったら、それは割となんかまたやってほしいみたいな声が多かったから。あ、そうなの。今度はちょっと居候から正式メンバーに昇格した、はい、水島先輩を率いてね。おお、いいやん。ラジオやろうかなっていう。いいじゃないですか。感じですね。はい。ありがとうございます。でもちなみにもうつまみはね、ほらあるんで。あれっす。ステーキっす。あれっす。撮影中に急に食いたくなって。うん。ステーキ。ザーついたな。ステーキ俺が行こうかなって言った瞬間にこいつ俺にめっちゃすり寄ってきてさ。行くでしょ。どうしよう。ステーキ。行く。行くでしょ。うん。言ってたな。はい、お前ちゃんとペイペイで払ってな。あー、いいよ、送金するよ。うん、そっか。またペイペイで払っとく。出た、それそれ、ほんまに払うやつ。また飲みに行こうみたいな感じで。払ってるとこ見たことない。お前、えぐいやん。え、ペイペイやってるよな。やってるよ。あ、オッケーオッケー、払う。大丈夫、これ終わったらしっかり請求。大丈夫、俺お金のことにはちゃんとしろから。そっつくな、お前。もう、マジ。お前のことちゃんとしとうやつだ、お前。うん、ここおらんで。あ、そう。ここおらんわ。払うって言ったらちゃんと払うから。うん、まあ、まあ、とりあえずステーキ食いますか。いただきましょう。いただきます。はい。もううまいよこれ。さっきあったりだから。さっきさばいたから。あ、おいしい。うん、うまいっすね。おいしいです。うん、はい、うん。あんま喋れんな、これ。結構噛み応えある。噛み応えありすぎてあんま喋れんな、これ。うん。うまいな、これ。まあ、まったり行こうや。うん。いや、前回どんなことやろ、言ってた。前回は、なんやろな。俺が、最初なんか、おしゃれになったな。おー。結構変わったな。はいはい。ここから始まり。うん。なんやろ。社長のハイブラ好きの話とかが、おう、服の話でね、とかね、服の話とか、あの金とかの話とか、うん、いや、まあ、ほんま様々すぎて、俺はっきり覚えてないわ。へぇ。BGM つけたことしか覚えてない。編集で。ちゃんとでも、目次みたいなのもつけてたよな。つけてたよ、うん。あれ、あの、5秒ずつずれて大変なことになって、俺、夜な夜な一人で書いてたもん。いいよ、別にそんな、5秒ぐらい。よくないよ。わかりやすい方がええ、やっぱり、視聴者さんからしたら。いやでも、あれよね、それで言うと、編集みんなできるようになってくるな、だんだん。お前よ。僕っすか。お前マジでバリできるなっていうもん、知らんまに。いや、頑張った。うん。スパルタ教育受けてますから、うんうん。だってもう、うん。社長の部屋から頭殴ってる音聞こえてくるもんな。聞こえたことあった？聞こえ悪っもんで。聞こえへんのにさ、視聴者さんにの聞こえがすげえ悪いわ。聞こえたことないのに。いやいや大丈夫。いや、で殴られはせえへん。うん、スパルタではある。マジで嘘つきました。いや、まあでもなんや、嘘つきました。すごいよ、うん、彼、社長は、まあ、すごいな、うん、お前、まあまあ力な、なんかあいつだってあれやで、携帯の編集からパソコンになりやがって、うん、そこがやっと今の状態やからな。うん、いやなんかね、今でこそやっぱスタイルが確立されてるじゃないですか、レジスタンスの動画って、うんうん、こう見て、あ、レジスタンスの動画やなって思える感じになってんねんけど、うん、なんかそれを誰から教わるでもなく、まあ、確かにな、自分でここまで組み上げてきたんかみたいな、うん、いや怖いよな、ね、それよう考えたら。俺もさ、レジスタンスのスタイルに習って、うん、こういう動画にしようって最近決めてるけどさ、うんうん、よく考えたら俺らが作ったやつやなと思ってさ。そうやな。あー、恐ろしい。なんかもう先生おるみたいな感覚になってんもん。なんかね、なんかやっぱでもそういうのあるよな、そういうのは。うん、過去の自分が作ったもんって偉大やったなみたいな思うっていう。あー、改めて言われないと気づけへん、うん、俺だってあの社会人なるときさ、うん、就活で、うん、ES 書いたんやん、うん、で、なんか後輩が水島さん ES 見せてくださいみたいな機会あって、後輩に ES 送ったりするときあったんやけど、うん、そういうときとかにパッて見返したら、うん、俺めっちゃええやんってなるもん。
うわ、俺こんな文章書けんねや、なるんや、うん、なんかお前あれやな、割とええとこにイエス通ってて、うん、俺最強じゃねみたいになってたの。やばかったな、浮かれまくってたな、就活の時五条悟みたいなやつだ、五条悟みたいな、俺最強じゃねみたいな、え、僕天才だからファーってなった、ファーってこうやった、うん、つい何ん、やばいやばい、俺あんま知らんねん、領域展開の時の映画見に行ったのに俺あんま知らんねん、そうやん、呪術廻戦、呪術廻戦、ほら知らなかった、知っちゃう、俺そこまで行ってないね、まだアニメ勢やからさ、俺ごめん、すみません、2話かばれるけど、はいはいはい、もうあれやろ、2話かばれるけど、で認めてほしいねんけど、うん、呪術廻戦の映画行っておい、それやめろ、そのちょっと待って、うん、何やろ、その、うんうん、な、今の領域展開とか全くわからん感じ、うん、周りのやつに合わせて行ったやろ、お前やばい、それやめろって、ちょっとバイブス高い女の子とかおって、うん、もう無理やりちょっと自分殺してついていったやろ、いやいや、お前まあ、ちょっとあるよほらお前ちょっとあるよ、あるやんか、お前行こうって言われたら行こうってなるやん、いやなんか映画は、はい、ちょっとわかる、ああわかる、俺ネットフリックスでいいと思うタイプやん、ああなるほどね、別にもう今なんか例えば新しい映画が出ましたと、うん、うん、それが出て、まあ、そのタコゲームが出たとするやんか、はい、タコゲーム出ても別に4年後タコゲーム見れたもんそれでええもん、うん、って思っちゃうタイプやねタコゲーム映画化すんの、タコゲーム映画化し、タコゲームイカゲームでよかったよ別にその例え、でもやけどさ、でもほんまにでもそのなんか俺が今そのちょっと気になってるとする子がおって、はい、タコゲーム見に行きたいって言ったら俺全然行こうって俺から言うわ、行くな、行く、もうだからあれよな、男の子ってさ、はい、デートの、うん、その通路をもう探すような、とにかく、あー確かにね、何でもやね、何したいとかないね、あんまり男って、うん、そうやわ、うん、水族館行かおうとか言われたらあんま行きたくなくても行くもん、うん、やっぱ好きやよ水族館は、うん、でもその好き度がさ格段に上がるよな、うん、女の子に行こうって言われたら上がる、え、行く、めっちゃ好きやね、うん、内心はあ水族館かまあまあありやでぐらい、うんうん、なんかそうやな、うん、で男に言われたら断るやん、だって男に言われたらはっきりと思んないから行かんっていう言うのに博物館とかでも行くからな、行くな、うん、ちょっとねそこは全男共通の認識だってほしい、うん、いやこれは多分共感してもらえると思いますよ、うんうん、女の子も共感してくれんじゃん、好きな人とかね、まあ好きじゃなくても、うんうんうん、異性から誘われたらやっぱね上がりますわそら女の子もさ、うん、そういう思考の人おるかもしれん、うんうん、もうそのメンズに好きなとこに行ってほしいみたいな、うんうん、でもさメンズに気使って、うん、例えば自分が行きたくない博物館って言うとすれば女の子が、うんうんうん、でもメンズはそれに答えてさ、うん、博物館めっちゃ行きたかったなって言ったらお互い好きじゃないとこ行ってるからな、やばいな、いやでもそれ多分あるで、それめっちゃ怖いやん、2人ともウキウキなふりして行って、うん、2人とも早く帰りたいのにおもろいなって言うみたいな、へえ、多分あると思うね、じゃあそれホラー映画やんサスペンスやん、怖い話やん、それお前すぐ怖い話テイストにすんのやめろ、お前めっちゃ普通の話、怖い話じゃん、じゃあ普通のあかん普通のちょっと怖い話その恐ろしい話、いやいや、ほんまのそのホラーの感じで言ってくんのやばいな、なんでそれ最近流行ってんのお前怖い話してるいやでもね、昔付き合ってた女の子、うん、最後に付き合ってた女の子ですけど、うん、いや俺は結構ガチで水族館とか好きなんよ、うんうんうん、動物園、水族館、美術館、博物館とか結構ガチで好きで一人でずっと行ってたよな、社会人の時、それは、うん、元カノが見てるのに保険かけてるわけ、うん、ねえ、どういうこと、どういうこと、いや、保険かけてる、ほんまに好き、ガチガチガチちゃんとガチで、ほんまに好き、あの時行った博物館、うん、実は好きやよって今言ってるわけじゃない、いやいや、そういうわけじゃない、そういうわけじゃない、うん、いやいや、アプローアプローチングしてるわけではないよ。いやねんけど、うん、マジで好きやったから、うんうんうん、もう彼女も気使って、うん、今度じゃあ水族館行こうかデートみたいな感じで言ってくれた。ええー、彼女やん。うん、ええー、彼女さんですやん。でも俺水族館は一人で行きたいなと。うざ。バリうざいわ。なんやねん。水族館は一人で行きたいなと思いながらいいよって。マジで。うん。うん、そうやな、1時間ぐらいだって水槽の前で一人で座ってたりするもん、で、それあの、うん、触れづらい時期のやつ、
1時間ずっと水槽の前立ちっぱみたいな。いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。違う。そういうわけじゃない。その危ない時期のやつじゃない。違う違う違う。あの、普通に。まあ、そんなんしてたから俺、おかしなってもかな。いや、それは関係ないんちゃう、まあ、関係ない。別に俺も一人の、一人スキルめっちゃ高いね。俺結構何でも一人でやるタイプやからな。そうよな。うん、誰かに誘われたら行くけど、うん、誘われんかったら家で。誘われんかったら俺ずっと家おるやろ。うん、いや、おるくね。部屋の中で何かしよう。ひげこもって何かしてるやろ。うん、あれ楽しいもん、めっちゃ。ああ、ええやんええやん。うん、そうやねん。だからデートとかも、うん、別にするってなったらそれでおもろいけど、はいはい、ああ、でも一個思うのは、おお、なんや、飯は、はい、俺一人で好きなだけ食う空間結構好きやねん。なんか外食とかってこと？外食とか俺今まで、うん、多分一人で行かんかった外食店というかレストランというか夕食というか妻なんですけどごめん冗談冗談、うん、多分な、焼肉とかラーメンとか、うん、だからその寿司であったりとか、うん、そういうありふれた外食、うん、もう多分全部一人で行ったことあると思う。もうなんか衝動的に入んねん一人で。マジで、うん、わっきょうからバリ高い、うん、なんか魚の店とかも一人で行った。へえー、寿司とかじゃないね、ほんまに高級料亭みたいな、うん、もうなんか家族とかが記念で行くようなとこに俺一回一人で行って、うん、一人で、うん、あの畳に座って食ったことある俺。マジで、うん、あの座敷みたいな、座敷みたいなとこに一人で。めっちゃ広い部屋じゃないで、さすがに、うん、もう居酒屋ぐらいの感じであるけど、もう4人5人ぐらいで、もう5人ぐらいで、もう横では、うん、結構おデブな金持ちそうなおっさんが座って、うん、ガー息子よみたいな感じで食ってた。横で俺一人で、うん、なんかカワハギの薄作りみたいな食ってた俺なんかよう分からへん。だからそういうの一人でやってまうタイプなの、うん、食べ物は一人の方が。なんで一人で行こう思ったんそれ。いや、うまそうやな、だけやで。へぇ、ほんまに。でもさ、結構さ、そういう店とかって入るの敷居高いやん。高い。え、俺全く思わへんそれ。あ、そうなんや。ないんや、この感じで。へぇ、確かに俺の分際で敷居、さすがに気にしろよとは思うけど、うん、全く思わんな。いやー、なんかチャレンジしてみようみたいな感じとかがあんのかな。だから別にメンズ館のバレンシアガとかもう全然、うん、あの塚健は俺がバレンシアガに入るの嫌がるけど、うん、あの一緒におる自分が恥ずかしいみたいな、うんうんうん、全然関係なく入って、うん、もう関係なく服触りまくって見まくるわ。入った入る入る、やばないってなってんの、やばない。いや、まあアパレル店やったからかもしれん。あー、やっぱあるねん、アパレル店やったらこういうやつ来たら、うん、え、こいつがここにみたいな。いや、もう1億パー買いませんやんみたいなのもあるし、なんかそういうバレンシアガとかハイブラやから、うんうん、一応さ、なお前何やねん、やそんな服着てくんなよみたいな。いややわー、そんな思われてんの。いやー、マジかーみたいな、うん、いや、めちゃくちゃパーカーでバレンシアガ入ったの俺。まあ、パーカーいいんやけどさ、うん、だってバレンシアガにユニクロを着ていくなんか、まあでも難しい話やな。いや、むずい。おしゃれになりたいなと思ってバレンシアガ入っても、うんうん、の着てる。いや、でもそれは確かにな。ユニクロやから行けへんっていう。そのバレンシアガに服がないっていう。そう。いや、でも職業的な話ですと、まあ服見習いぐらいの時にはバレンシアガに行かずに、うんうん、まあジャースタとか、うんうん、ジャーナルスタンダードとかそういう普通のブランドのとこ行って。セレショね。ジャースタ好きやもんな。そう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 。俺見習い時代はよくユニクロとジャーナルスタンダード、GU。まあでも、ジャーナスタって何？ジャースタやろ、ジャーナルスタンダード。略してるやつ見たことないで。なんで？ちょっとご飯おかわりする。せめてジャーナルやろ。いや、ジャーナルってお前、それ新聞やって。ジャーナルスタンダードのこと、ジャースタっていうやつ俺。なんで？ないよ。え、ジャースタじゃね？めちゃめちゃダサいで、それ言うとくけど。そう、ほんま。え、俺全然友達にジャースタって言ってよ。伝わる？よつこのパンツどこなんて言われたら俺ジャースタって言ったら、うん、え、何それって言われて、うん、ジャーナルスタンダード、あー、ジャーナルスタンダードかって言ってみんな顔引きつってた。引きつってんのかい。あかんか。まあまあ、面白いけどね。うん、何やねん、それになるけどね。でもさ、うん、全部別に俺略し方一緒やろほぼ、うん、例えばまずさ、うん、木村拓哉ってキムタクや、うん、頭の2取ってるやん、うん、ジャースタも、うん、頭の3と2取ってるやん、うんうん、
ステーキガスもまあ捨てガスやんか、うん、頭の2位取ってるやん、うん、こういう法則で俺訳してるから初めて聞いた今別に全部一緒やんステーキガスのこと捨てガスっていうのは初めて聞いた今嘘やろ梅まんもいや梅まんはでも梅まんやんまあまあまあレインボーマウンテンはレイマンやんなんかそれグラサンのブランドみたいになってないグラサンのブランドみたいになってないレイマングロリアスマウンテンはグロマウンテン危ない危ないちょっと俺よくない英語も思いついてもだわ今なんでやろなうわー今なんか自分の脳みその汚れをなんか見たわすごいうわなんか良くないワード思いついたグロリアスマウンテンでなんでやろないや俺聞いてみただけあーそっか、うん、きっかけ問題かと思ったなんかあるやんそういうの女の子にさなんかあるよな興奮すると硬くなるものは何でしょう、うん、みたいなあれさ、うん、普通にセクハラやと思うねんけどいやセクハラやろそれは、うん、そりゃそうでしょ、うん、エッチになればなるほど硬くなるものは何でしょうみたいな、うん、言うもんなそう無理やんそんな女の子ってやっぱ恥ずかしがるよなそうやねでも仕方ないかでもそれは女性としてまあ女性であるからこそでしょ保健体育の授業とか地獄やろなだからあったやんあった、ね、中高の時ありましたねもう言わされる展開あったやんうんはいじゃあここそう山口さん、うん、俺らは別にやねんけど俺はもうちょっとな思春期にあれはちょっときついやろな今の子だけうん何の話やねん急にステーキうまい話じゃなかったっけ俺そうやったっけちゃうわ何でも略す話やあ、うん、とにかく俺は同じ法則でやってるから別に、うん、特になんか特殊なわけじゃないの俺普通やうんじゃあさ略そうと思ったんかうん略さん方がええのになトゥモローランドとかどうすんのセレクトショップトゥモローランドトモランうーどこ行ったトモラントモランねトゥモランはなんかキモいからうんトモランかいやもうトモランじゃんもう何もわからんやんもういやいやいやトモランで服買ってきたって言うやん俺、うん、そしたら何なんそれって言われたら、うん、トゥモローランドっつってあーそうなんやっつってみんな顔引きつってそこまで見えてもらってんやんもう未来見えた、うん、あかんわあかんあかんなんかお前もでもようやるやんんすぐ略すみたいなやつやるけやる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 よ動画のタイトルとかバリラックスやえほんまうんやるやるやるなんか略したかなうんあるあるうんパッと思いつかへんうまうん日常聞いてたら結構わかるであほんまかあとそのお前が決まってうんオウム返しのようにその略したやつを返すとき、うん、例えば俺がさ、うん、いやステーキガスト食いたいなって言って、うん、ステーキガスかって思って言ったとき、大体話聞いてないとりあえず略しとけば応答になるでしょみたいな感じのやつを、うんうんうん、でもあーうわやるわ俺それそのやるやんやってるわでそのお前が絶対話聞いてないやろなっていうのをいち早く分かんねん、うん、何がさ俺も同じことしてるからだから、このテーブルとかさ、うん、テーブルサブちゃん取るから横にしたいねんっつったらさ、うん、手動こうかお、やってんねんやってたわそれはちょっと語呂悪すぎみたいなやつもお前、なんのためらいもなくいくからな結構怖い時あるうわ、俺全然人のこと言えへんなやってんねん手横はひどいないやいや、とかやるやるやる、もうやるテーブル横にしようで、うん、あ、手横ねはいはいうん、しっくりくるやろありやなとか言って、うん、言ってるなありやなあー、ありやなありやなってよくしないとあかんのにありやな俺はやりませんようわ、やってるわ、それはごめんそれは申し訳ないマジで嫌やな
確かに略してるわ、うんうん、それに、うん、すぐ気づいてしまう自分も嫌や。まあ、そうですね、うん、恐ろしい、はい、同族の匂いはやっぱ分かるな、うん、雰囲気で分かる。まあ結構やっぱりよく似たり寄ったりな部分も多いよな。まあ、ちょっと多いな。うん、だから使ってるとりょっくんの中間ぐらいにおんねんけど、多分俺はややりょっくん寄りな気する。まあまあどうなんかな。で俺が飛び抜けてやばいってことあんま分からんねんけど、何がやばいんかもあんま分からんけど、なんやろな。まあ簡単に言ったらツッコミボケみたいな感じや。まあそうやな、お前ボケ寄りって感じか。まあそうなってくんな。どうなるな。視聴者さん多分お前のこと完全ボケやとは思ってると思うんやけど、まあボケの部分しか見せてないですか、ね、メインで見とったらもうお前やばいもん。うん、傭兵やお前、笑わすためのもう体を犠牲にした。兵隊やもん、自分の全てを犠牲にして。ゼンマイ侍笑い全投資してる、全投資してる感じがするから、うん、水島はやっぱ一番おもろいなみたいな。うん、結構来るっすけどね。まあ言われますよ。下だいぶ仕上がってるお前。お前あんま言われへんな俺。でもあれほんまに、うん、いやでもこの前、うん、あの普通にあの嬉しいなと思ったのが、うん、なんか出かけた時に、うん、出先でその後輩がおったんですよ、うん、サークルのね、うんうんうん、第一ってやつやんけど、うんうんうん、で、大地おって、あ、大地おるやんと思って、うん、でその横に女の子連れとって、まあ、友達か彼女か分からんねんけどさ、うん、なんか、で、なんか、その子もおんねんけど、大地と俺ずっと喋っとって、うん、で、後から大地にまた会って、うん、で、あの子、なんか言ってたみたいなやったら、うん、なんか、あの子、レジスタンスめっちゃ好きなんですよ、みたいな。ん？あの子、レジスタンスめっちゃ好きで。マジで？うん。で、水島さん見て、動画ではあんなキモいの？本家ほんとかっこいいっすねって言ってましたよ。それええな、ちょっと気持ちやな。なんか実物はめっちゃかっこいいってほんともったいないなって言ってましたよ。ああ、もったいないって言われた。マジか。いやそれは実物見ないとわからんもんいっぱいあんもん。もったいないとかないよ。嬉しいってな。あれは俺らの全力やねんからもったいなくはないよ。いやなんか俺らの目標としては欲しいのはやっぱあれよな、ちゃんと見た時はかっこいいっていう。でそれだからめっちゃ嬉しかったっすよ。かったなお前。俺もさ、うん、でもみんなやけどここおる、うん、結構さ、まあやっぱ動画出るから写りとか気にするじゃないですか。バリ気にするよ、ね、肌が綺麗かどうかとかさ。これ食えよお前。あ、いい、上げてるかどうかとか話してるやんみんなずっとさ、うんうん、俺も AGA 行くよ早いから早いからとか言ってな。で、やっぱ老いをね、うん、老いやな感じながら生きてるねんけど、うん、そうっすよ。その中で、うん、いやー実物かっこよかったわーめっちゃ、みたいな言われた。それエグいよな。めっちゃ嬉しい。そうなの、多分、うん、まあ俺らは同世代の中でも気にしてるっちゃ気にしてる方やったと思う。いや間違いなく一番気にしてると思うで。うん、顔出してんもんな。そんなだって美容の話せえへんもん。うん、男と世界に発信してんもん俺たちは、うん、そうよ。ほらもう生で会った時ぐらいすげーってならないともうあかんや、うん、あかんよ。ならないとあかんねん。やっぱ実際会ってみた時の動画通りやなみたいなのも、まあ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 、まあ、悪くはないと思うねんけど、なんか味気ないよな。うん、そう、それちょっと目標でありたいの。俺らも直接会った時は、うん、もう余計におもろいし余計にかっこいいみたいな。うん、ちょっとそれはね、そうしたいな。確かに。あ、そうしたい。いろんな想像ができる。うん、だって好きなその女優とかテレビ見とってさ、うん、生で見た時もし、どういう想像してたの？そう、普通に女優じゃあね、はいはい、あの舞台女優でもいいし、はいはい、テレビとか出てる時に生で見た時めちゃめちゃ可愛いしめっちゃいい人やねんこの人って聞いた方がやっぱ俺好きなの。あー確かに、うん、それはあるわ。これより可愛いんやみたいな。それこそ黒木さんの時もな、あれありましたよね。やばいよ黒木さんも直接会った時のオーラといい、うん、人柄といい、うん、確かにそうやな、うん、ありますもんね、実際に会ったらなんか微妙やったなみたいな話もね、うん、あれでやっぱ余計好きになりません、うん、もうな、人はもう正直やからな、
俺らどんだけおもろい動画出しようが、はいはい、プライベートでもしあった時に、うん、なんか一つでもいらんたいのって言ったらもう一生見ませんみたいな人全然おるからな。おるな、うん、それは気をつけなあかんなっていう。プライベートもまあプライベートのようでプライベートではないみたいな感覚よ、うん、俺の中ではね。いやでもなんかやっぱり世紀になったじゃないですか、うん、でなんかやっぱ気持ち変わったなと思ったから、ディズニー行くんやめたんですよ俺。やめた、やめた、やめた。お、やめたんや。成長したなと思った。バレエ偉いなそれは。あ、俺正規メンバーやなと思ったその瞬間。むっちゃ行きたかったけど、ほんま申し訳ないと思いながら。今ね、オプティマス株が結構ね、あー、オミクロン株かな。オプティマス株が結構バンバン行ってるんですよ。オロナイン株が。でその中でどうしようみたいな、うん、どうするかーって。うん、よう耐えたな。いやもうやばかったよマジで。え、それはなんなん、グループでまた。いや、どういうこと？何人かで一緒に。あ、そうそうそう、大学のね、サークルの、同じサークルのやつ。まあ、お前のことやからすぐ女性と怠慢の可能性もあるからな。いやいや、そんなことないじゃないですか。そんなことありました？お前のことやからも。いや、そんなことないですやん。なあ、お前。でも、それを、でもちゃんと断ったよな。言ったねー。それは、ちゃんと俺らのことを理由にして言った。あ、まあ、そうやな。自分の仕事。活動のあれが影響出たらあかんからあえて。めっちゃ大事やな、ごめんなあえて、うんうん、まあ、まだ別にマンボウが出てるわけでもね、うんうん、ないわけじゃないですか、うんうん、東京は東京出てないな、まあね、東京は多分まだ出てない。まだ出てない。まあその各地の何、まあまあ広島山口、広島とか山口、沖縄とかね、沖縄とかね、その辺出たね。いやでもね、そこでやっぱ、あ、俺やっぱり一皮向けたなあと思って。おー、偉いな。どこで感じてんの。いや、ちなみに言うと、うん、俺、来週、再来週、飲みに行く予定、多分6個ぐらいあってんけど、全部なくした。人気者かよ。え、違う違う、それは。全部なくした。新年、なんか集まりましょうよ、みたいな。あ、結構多い系のやつか。結構多い系のやつっすね。全部なくした。うん。でも、それはな。りょくん、なくしたとき、やったーって言ってたよ。え？いや、それは、うん、そう、俺はおかしいなと思うのは、うん、こうなった時に、はい、もうよっしゃ引きこもれるぞってなるのが、うん、まあ、ちょっとおかしいけど、でもまあ俺はこういうのには多分ちゃんとついていける人間やから、なんか、なんやろな、レジスタンスのメンバーとしてじゃなくて俺人として多分な、そういう警戒心が割と強い。なるほどね、うん、いやでもまあいいことなんじゃないですかそれは。そうやな。あと俺偉いなと思ったんが、はい、もうオミクロン株流行りだして、うん、多分マンボウこれどっから出るやろなってなった瞬間から、うん、ネットフリックスの、うん、何次見るリストみたいな、うん、もうバリ時間かけて一から作って、うん、今見返してるからバリノーストレスで今俺アニメ見ながらゆったりできてる。あ、何見ようっていう時間ないわけや。そう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 。いやもう絶対にこの、うん、マンボウでまた引きこもる時間多分暇になって死にかけるから、うん、絶対に暇になって飽きひんように予定立てようと思って。マジか。うん、見るアニメとかいろいろ決めて。あ、いいじゃないですか。偉いやろ。いやもうこういうみんな引きこもり対策絶対しといた方がいい。そうだよ。うん、引きこもられへんのは、うん、引きこもってる時に何もない状態になるからやね。なんかあれば絶対引きこもれんの。確かにそうや。うん、なんかあれば絶対いけんねん。あ、俺昨日さ、うん、なんかゲームしてるなと思って、うん、携帯のアプリでさ、うん、なんちゅうの、戦略ゲームみたいなあるやないですか。うん、まあ、要はあれやつやん。レベル1から30とかのあれやつやろ、急に。いや、なんかそんなんじゃなくて、なんかいちいち施設になんか投資して、それどんどん組み立てていく戦略ゲームみたいな。で、なんか自分の兵隊強くして戦わすみたいなやつあるじゃないですか。うん、じゃあ俺、あれね、初めてなんですよ、昨日の。昨日飲みに行っとって。大丈夫。昨日、クソ酔っ払って帰ってきて、初めて。で、1時間ぐらい、2時から3時ぐらいまでやって、で、朝起きてまた雇ったんや。え、俺らと飯食べたんだ。うん、あの後撮影部屋でやっとって。何してるの。俺もさ、朝起きてずっとあそこソファー座ってこうやって携帯いじってたの、うん、見たやろ。見た。ずっとやってた。やってたあれ。うん、マジでこうなって、うん、ずっとやってるわ俺これなんて。それでもまあやることあるといえばあるけどね。いや、でも消したわ。消したの。怖すぎて。よくできてるのよ、あのゲーム。これをやったらよかったんちゃう。なんかな、残り何秒とか出てくんね。ああ、施設。はいはいはい。あれやろ、リンゴとか耕しに投資すんのに。あ、そうそうそう。
アップグレードした後に残り何秒で次のアップグレードもう一回いけます、うん、いけますみたいですね。だからもうずっと見とかなあかんってことやろ。そうそうそう、うん、そうやな、それはそうやわ。 ずーっと見てまうし、であと課金情報みたいなの俺めっちゃ確認してもってさ、おえあ1万とかでこれいけんのかみたいなのとって、マジであやばいわと思って、うん、ほんまに疲ろうとしてないやん俺、多分これ沼るわってなったから、うん、消した、さすがに。でもスマブラあれやん、うん、スマブラただやから、うん、もうスマブラでいいんじゃん、うん、スマブラでいいやって。そうそう、まずまずそんなもんだお前、うん、えサービス終了が見えてるアプリは、うん、やめとけって。まあ、ないと成り立たんけど、ダウンロードがないと。そうっすね。だけどまあ俺らみたいな女、家にじっと折れる人間がやるようなもんじゃないよ。なんか通学とか通勤とか、うん、暇な時間にするもんがそういうゲームやと思うね。そうやな、うん、じゃなくてもう暇な時間をどうするか、もうそのずっと暇な人間がやるゲームじゃないと思う俺。あれは良くないですよ、本当にお金使いますからねマジで良くない。いやもしだからオミクロってね、うん、オミクロって、うん、であのマンボウって言ったら、うん、まああっち系のゲームだけはやめてください。あっち系の高安系のやつだけはやめろ。高安系のゲームはマジでやめた方がいい。殴り合うゲームとかやると、うん、まあいいよという感じにしましょうか。はい、じゃあオチもついたってここで落ちた、うん、落ちた。え、かかりいっぱい、え、まだ行く。いい、結構食うた。いや、まだ行けるけどな。なんでな、2軒目行っちゃいますか。2軒目行っちゃいますかじゃないのよ。2軒目行っちゃいますか。2軒目どこやねん。ミツコです。えーす、やれよかったな。えー、よかったね。リュツコでーす。ミツコです。リュツコでーす。